はい、皆さんこんにちは。改めて内川島春子です。今回ですね、ご紹介するのはたった2タッチで相手をかわそう抜く、イエイ。1対1の時に時間をかけずにたった2タッチで相手を抜くかわすっていうのはですね、すごい、必要なスキルだと思いますので、ぜひこの動画を見て参考にしてください。では早速いきたいと思います。レディゴー。幅です。でこれ横立てていってるんですけども、この横の幅が小さいと取られちゃいますね。とあと小学生がありがちなのが、チャンスを持って斜めに行ってドリブル、これも取られちゃいますね。これがよくあるあるパターンです。で今回このドリブルっていうのは横の幅を使って相手が左足に届かないところにワンタッチで親指、これができるようになればドリブルのスピードを上げながらですね、時間をかけずにたった2回のタッチで相手をかわすことができるので、これを覚えてほしいです。はい、もう一回いきます。よく、なるほど。はい、2つ目のポイントはこの蹴り足じゃなくて軸足ですね。この軸足の運び方にちょっと注目してください。早い、めちゃくちゃ速くないですか？速いです。40代でこのスピード速すぎる。小指で触ったら小学生ありがちなのが、位置して親指で触ろうかするんですけど、この時の体の状態がもう足がこう伸びきっちゃってったら、1人目かわす、2人目絶対ボール取られる可能性が高いんですよね。でこの時にやっぱ状態良くしたいので、軸足見てください。小指で弾いたら左足をちょっとボールに対してジャンプしてるんですよ。これがすごく大事です。もう一回いきますよ。なるほど。この足の運び方をできれば自分のですね、体のバランスっていうのを失いにくいので、ここもですね、気をつけてチェックしてやってほしいと思います。3つ目、もうこれできたら最強ですね。これはやばい。今のはちょっとですね、これ応用編ですね。横縦やったじゃないですか。これを分かりますか？横斜めっすね。これ横斜め、小指ここですね。これさっきと何が違うかというと、横縦の場合っていうのは相手のスピードが速かったら、これってやっぱ追いつかれますよね。でボールと自分の体の間で相手のディフェンスで体を入れて取られるケースが多いと思うんですけども、これを今の角度ですね、横相手の背中の後ろを取れれば、これボールをですね、相手が取られることはないです。ない、完全にないです。取ったら相手の背後っていうのもですね、ちょっとこう狙ってみたらいかがでしょうか。ディフェンスのコース取りってとこって、さすが健太コーチ、さすが。そうするとボールが取られにくいので、ぜひですね、こういうドリブルもやってほしいと思います。僕のスクールって基本的に相手を抜くかわすの時に、僕結構シンプルな派なんで、やっぱりこういうたった2タッチまでかわしに行くドリブルが多いんですよ。良いポイントとして何がですね、大事かというと、やっぱりあんまりボール触りすぎるとヘッドダウンしてしまうんですよ。そうすると相手が見えなかったり、仲間が使えなかったりするので、できる限りタッチ数少なくて顔を上げて相手をかわしなさいっていうのを、僕は話してます。なのでまあね、小学生こういう地味な練習、ね、面白くないっていう子もいるかもしれないですけども、結構試合の、ね、中で使えると思うので、ぜひですね、試してみてください。ドリブルのですね、最強の2タッチっていうところをですね、置かせていただきました。けどこれ、このドリブルどうですか？このドリブルやっぱシンプルだけどめちゃくちゃ使える。めちゃくちゃ使える、ね、ただシンプルだけど多分実際やるとめちゃくちゃ難しい。難しいんですよね。めちゃくちゃ難しいと思いますね。でこれをやっぱり極めるってやると1万回2万回10万回って練習しないとダメなので、まあ、たくさん子供にですね、このドリブルやってほしいです。ということで今回ですね、YouTube を貸していただきました。またこういうドリブルとかですね、撮ってほしいとか流してほしいということがあれば、コメント欄とかですね、ご予約いただけますようによろしくお願いします。というところで、終わりたいと思います。はい、さよなら。